確認しに、そうですね、もういよいよできてるかな。前回はデビュー戦 で、はい、で今回2戦目 MMA なんですけども、前回と比べて今回って試合前どんな、どういう気分？前回はあまりにもなんかこう準備期間っていうんですか、まあ、今回もあの他の選手の方に比べたら全然選手の意見浅いですけど、前回本当にパワーも来ちゃったみたいな、試合でリングが大丈夫かなとか結構そういう葛藤もあったんですけど、今回はまあその限られた時間内の中で思いっきりやるべきことはやってきたから、前回よりはもう全然安心して、まあ安心というか気を抜く感じにですけど、気持ちの面で、はい、そうです、今回楽しみです。はい、はい、今回沖縄でずっと練習をされたと思うんですけど、はい、どんな風な練習をしたらちょっと先に、あの沖縄の平中ボクシングスクールジムでずっと、はい、あのまあ、寮にも入ってジムの2階にあるんですけど、そこにも入ってずっと、まあ、ボクシング立ち技中心というか、まあ、克服、そこは私のウィークポイントだったので、ウィークポイントっていうか何も分かってなかったので、そこでまずちゃんと起きそうかなということでボクシングをやって、でそれ以外にあの弟とキックボクシングとかグラップリングとかレスリング、この MMA に大事なボクシング以外のものをトレーニングしてきました。アーチェンさんも、まあ、チートさんも一緒にみんな、はい、みんなで沖縄でずっとキャンプをやってたじゃないですか。そうですね。前回あの同様に、まあ、アーセンさんとも一緒に練習したりとかもちょっとやってます。そうですね、あのアーセンも一緒に寮に入って、で朝はあの平中のプロのボクシング選手と一緒に朝練をボクシングめっちゃ走るの早いんですよ、びっくりするもう駅伝の選手かなぐらい、まあ、最初もう本当なんか4キロコースっていうのがあるんですけど、もう最初のメートルもついてきながらバーっていっちゃって、もう残されて走り一人で走ったりとかしてたんですけど、でもみんなが絶対走り込みは大事だから、格闘技にもう諦めずに毎日コツコツこう頑張って走ろうって、あの選手の皆さんも一生懸命回してくれて、だから毎朝走ってだいぶ走るの自信つきましたね。あんまり走れて現役にレッスンゲットボールよりも全然走れると思います。スタミナ面は結構それで強化される。そうですね、うん、はい、もう長距離、中距離、短距離と、まあ、日によってメニューが違うんですけど、はい、前回あの試合やった後にも、もうここから、ま、どんどん MMA がもう面白くなっていったという話をやったと思うんですけども、はい、それもどんどん上がっていく感じですか、気持ち的には。そうですね、なんか毎日少しでもなんか成長してる自分が見れたり、新しいことが新しいことを覚えたりするのが楽しいというか、なんかすごい嬉しかったですね。楽しいというか嬉しいですね、うん、前回のレイナ選手に対戦して、はい、そこからなんか新たに自分でこう気づいて、気づきもいろいろあったと思うんですが、それを今回の試合に生かすなんか一個ポイントと挙げるとすれば何ですか。やっぱりあの試合の時にもう頭爆発して自分がやってきたことができないっていうのが一番悔しいんですけど、そういうことのないように、まあ、そういうもんことも想定しながらいろいろでこうなった、でも相手がこう来て自分の思う通りできなくても自分は今度こういう体勢を取るっていう、あのブラジル人の充実の途中であの来てくれて、いろんなポジションとかも教わって、で範囲とかを研究したり、まあ、試合の時にどういう気持ちであのいたりいいかとか、うちの弟からそういう精神面でもいろいろ勉強することだったり、なんかやっぱり前とは多分違う形でリングに上がれると思います。前回とは違う第2戦でどういうところをミスタイプの自分の中でもイメージできている。そうですね、はい、なんか本当にどう来るのかなとか、もうそういうことばっかり考えたりとかして、自分がどう攻めていくとかあんまり頭の中なかったんですけど、今回は、まあ、自分から仕掛けて取りに行くパターンもあるし、カウンターをね取りに行くパターンもあるしっていう、なんか
やっと選手らしい考え方になってきたのかなって、うん、会社内でノアディの活動はご覧になられたらどんな気象でしょうか。はい、もう今回の試合立ち技、ね、中心の選手なので、はいはい、すごくあの首相撲からの膝が強い選手ですけれど、はい、そういうモニター対策っていうのもできている。そうですね、はい、相性的にはいいと思われますか。そうですね、もう、どんな相手であろうと自分が目の前に立つ相手は考えなきゃいけないんで、はい、今回はもう同じようにその同じ舞台に横で上がるわけですけど、はい、その意味でのモチベーションというのはあの前回と違うところもありますか。今回はなんか大晦日だからやっぱりアーセナルとかを見てきて、あ、大晦日にやるのっていいなって、まあ、家族としてはすごく家族選手ではない目で見てたんですけど、まあ、自分がまあいいなと思って見てた選手たちの舞台に立てることがやっぱりすごく、嬉しいなと思います。あのその沖縄ではロードワークというのは1日どれぐらい、何キロぐらいやる。まあ、その日によって違うんですけど、4キロを結構バーッと速く走るペースと、あとは坂道から階段ダッシュとかそういう短距離もあるし、あとは 800m のダッシュをやったりっていう中距離もある、そんな感じです。とにかく走り込みでした。それはレスリング時代と比較したら、レスリング時代どれぐらい走ってるか。レスリング時代走る時はいつもなんかそういうなんだろう、なんかもう本当にランニングみたいな感じでしたね。ただのその距離をこなすとかなんかそんな程度だったので、まあでも合宿に入ると朝練、ありましたよね。ダッシュとか山とかそういうのやってましたけど、個人ではそこまでなんかこうついていかなきゃっていうのは、大学のチームとかにも入ってなかったのでそういうことはしてなかったんですけど、今回は本当に、選手のボクサーの皆さんについていくことを、まず背中が見える位置にを保とうっていうのを目標に走ってましたね。沖縄のジムの近くを走ってるんですか。そうです、はい、ジムの目の前のが湖なんですけど、そこを一周とか。湖っていうか川なんですけど、なんかそこ湖ってちょっとよくわかんないですね。その地元の人になぜこれ川がある湖の時にさーみたいな感じで私もよくわかんないですあの平中ジムで、はい、トレーニングされたということで、はい、こうボクシングのこう例えばパンチの方ですけど、はい、こういうパンチを教わったとか、これにパンチに自信ができたとか、そういうのはあるんですか。やっぱり相手のパンチをちゃんと見てこう避けることだったりとか、もうまず手を出すこと。前回はもう自分もジャブすら出せない状態だったので、そういう手を出すことっていうのがやっとできてきたなと思います。